こんにちは。本日は10月28日に発売されました仮面ライダーゼロワンの騒動をご紹介していきたいと思います。全6種類発売されましたが、本日はゼロワンのみのバルカンはなしでいきたいと思います。まず1番がこのゼロワンの体だけっていう感じなんですね。私自身ソードを購入するのが初めてで少し楽しみにしております。では早速2番を開けていきましょう。2番はゼロワンライジングホッパーアーマーということで、まあメインフォームっていうことですね。で2番の箱の中身はこんな感じです。では早速ちょっとね開けてつけていきたいと思います。ちょっと自分自身でソードを買うの初めてなので、まあこんな感じで結構簡単な作りになっているんですね。プラモデルみたいにちょっと複雑な組み立てになっているのかなと思ってたんですけど、これだと全然お子さんでも楽しく遊べて、まあ、400円という形で安いものになるのでおすすめできるかなと思います。でこれの取り外しも思いのほか簡単にできますので失敗することはほぼないかなと思います。さあ取り外しが完了したので早速装着していきたいと思います。アーマーたちが勝手に動き出した。これはどういうことなんでしょう。あっという間にライジングホッパーアーマーが完成です。いやークオリティがすごい高い。フライングファルコンの箱も勝手に中からアーマーたちが勝手にフォームチェンジ。はい、バイングシャークに関してはちょっと時間がかなりライジングホッパーと、フライングファルコンでかかってしまったので通常通りちょっと取り付けていきたいと思います。これ今回初めてということで、やってみて分かったことなんですけど、まあ、これはパーツを取り替えて遊ぶものなのかなと思ってたんですけども、足のパーツであったりっていうのが、置ける台座がなかったので、これは本来は1番と2番1番と3番1番と4番という形で買って遊んだ方がいいのかなと思ったので、お父さんお母さんちょっとお金かさみますがそういう形で買ってあげてください。